前回は、トップの位置からステップまで行きましたよね、でここからいよいよスイングに入るんですけども、スイングって基本的にもうトップの位置までできてしまったら、なかなか頭で整理してどういうスイングしようって、ね、イメージがすごくつきづらいと思うんですよね。確かに難しいですね、はい、でまあ、一番特に、小学生の子供たちにやってもらいたいっていうのは、もうトップの位置に入ったらまず一番最初にやらなきゃいけないのは、やはりしっかり振ること、でどうしてもボールがあるんでやはりコントロールしていかなきゃいけないですよね、芯に当てに、でそういったことでやはりスイングトップの位置から強く振るってことがまずできなくなってくるんですね。だからバッティングというのはすごく難しいことなんで、結果打たなきゃいけないだとか芯に当てなきゃいけないっていう結果を気にするよりも、しっかりスイングすることによって自分の形っていうのもできてきますし、こう当てに行く動作っていうものが入ってくるとスイングが乱れてしまうんですね、だからそういった意味ではやはりボールが来るんで当てたいだとか打ちたいっていうのはあるんですけども、そこはまず最初に度外視する、で自分の今持っているこの体でいかに速いスイング、強いスイング、気持ちよく振れるスイングっていうのをすることがまず第一前提だと思います。だから、まあ、結構多いのが、なんでフライ上げるんだ、なんでゴロを打つんだっていう結果をどうしても求めてしまうところってあると思うんですけども、やはりスイングを作るってそんな簡単なものではないんで、やはり一番最初にまず結果どうだっていうよりも強く振る、しっかり振るということを心がけてほしいと思います。そこからようやく技術に入っていくと思うんで、やっぱり初めの一歩目っていうのはバッティングの中においてしっかり振る、思い切って振っていくっていうのは大事なことじゃないかなと思います。私もそう思いますね、やっぱりフライ打つなゴロ、はい、なんでゴロ打つんだ、フライ打つんだ、いやスイングできてないから当たり前だし、はい、タイミングもはい、最初に言ってたタイミングだったりなんかそういうものを今子どもたちは必死になって覚えている最中で、はい、まずしっかり振るっていうのは本当に大事だって、はい、本当つくづく思いますね。そうですよね、で、これから中学校になって高校になってで、大学行ったりいろいろ枝分かれしていくと思うんですけども、やっぱりそういった中でも本当にプロに入ってきている選手なんかでも、やっぱりしっかり振れないという選手もすごく多いですし、いっぱいいますね、いっぱいいますよね、だからプロに入ってくるレベルでもそういったことができてないというところが多いんで、そこはまず特にやっぱりレベルの高い選手にさせるためには、小学生で完成じゃないんで、確かにまだホップ、ステップ、ジャンプのホップのね、一番最初のスタートの位置なんで、そういったところっていうのはすごく大事にしてもらいたいなと思います、試合なんかね、しっかりタイミング取ってしっかりボールに当たらなくてもしっかりスイングできる、できる、そういうバッターは必ず伸びてくるという、そうですね、俺も思います、新人なんか見に行くと、そういうのもできてる選手っていうのは伸びてくるなっていう目で見ますね、見ますね、プロでも1年目から高卒1年目で、試合を見てたんですよね、相手ベンチで、それが西武戦で、浅村選手、1年目、高卒1年目、ほとんどのストライク振ります、もう変化球だろうがまっすぐだろうが、それも満振りで、バンバン振るわけですよ、これでもう最後ワンバンするフォークボールとか空振りも、もう満振りする、こいつ絶対やるなと思った。満振りできるってことはしっかりタイミングが取れている、ただその、ピッチャーに慣れてないとか、その辺だけだと思うんだけど、あれはすごかった、絶対伸びるな、そういう選手に、小学生なんかね、そういう形で教えてあげるとまたその子もどんどん伸びてきてタイミングを取ってしっかりボールを当てれるようになるとかね、そうです、だから、そういう意味では本当に振れるっていうのが第一条件なんで、今中根さんが言われたようにタイミングが取れてないとやっぱしっかり振ることもできないですしね、これは全部つながってきてることなんで、しっかりタイミングを取って、テイクバック割れを作って間を取って
振りに行けるとしっかり強いスイングができるんで、そういったことを心がけるとよくなるんじゃないかなと思います。そうですね、前回からね構えから始まってね、はい、じゃあいかにしっかり振れるかっていうところまで、はい、ね、ベンちゃんにいろいろ教えてもらいました。100人いたら100人違うことが言うと思うんですけど、はい、まあでも最終そこはすごい大事なところですね、はい、そうですよね。そこにいかにこう、つなげていってやるかっていうことも考えながら、はい、親子さんはね、はい、で選手はこの話を聞いたらじゃあどうしたらいいのかっていうところもね、みんな考えながらやってほしいな、ね、はい、しっかり振れるようにね。はい、じゃあベンちゃん、はい、今回はスイングからフォロー、はい、というところでまたお願いします。はい、わかりました。まあ、ちょっといろいろの話がこう重複したり連動したりしてくることがちょっと多いと思うんですけども、まずトップの位置から、スイングですよね。この時に特に多いのがドアスイングです、うん、簡単に言うとドアスイングというのはやはりバットがアウトサイドからインに入ってくる、こういった動きですね。こういうアウトサイドインの軌道の選手がすごく多いです、うん、で、まあ、トップの位置からスイングを始めるときに、手の位置が、まあ、要因はいろいろあると思うんですけど、まずグリップが硬いとどうしても振ろうと思ったときにこの右肩が振るときに一緒についてきますよね。この一瞬がここと肩と手が一緒についてくるともうその時点でアウトサイドインの軌道が始まっちゃいます。なので先ほども言ったようにグリップを柔らかく握ることによって腰が振るときにこのグリップがちょっと遅れますよね。少し遅れるだけでも今度逆にグリップが出てかないんで腰が先なんでインサイドアウトの軌道になりやすいんで少し例えばドアスイングで困ってるって子がいたらこの手を少し楽にグリップから出していくイメージです。スイングっていうのはグリップこのようにこうすることによってドアスイングっていうのはかなり改善されると思います、はい、で簡単な練習方法の一つとして僕よく言ってるんですけど肩に担いで構えて手はもう使わないです。手使わないです。腰だけ回す。手は使わずに腰だけ回す。この状態ですね。こういう状態です。そうすると余計なことしてないんで見てください。このバットのヘッドの位置が残ってグリップが前に行ってますよね。こうしたらあとはここからドアスイアウトサイドにはどうしてもできないんですよね。あとはここから振っていこうと思ったらグリップが先行してるんでヘッドが遅れてきてハンドファーストの状態でこうバットが出てこれるんでドアスイングのしちゃう子っていうのはこの状態からグリップを体に回ります。この動きですね。これなんかやってもらうとすごくドアスイングというのはなくなるんじゃないかなと思います。で結構やっぱりここもグリップですね。コツはここもこういう例えばこういうスイングでティーバッティングなんか打ってもらってもいいんですけどこの時にやっぱり手を楽にして指でここにグリップの位置が体にさえ前に来れば必ずインサイドアウトのスイングができます。なのでこれも一つ練習方法の一つにしてください。でそこからフォロースルーっていう話がありましたけどもよくフォロースルーが大きくするためにはどうしたらいいんだっていうことを言われますけどもこれも今言ったことと同じでフォロースルー要するにここから前を大きくしたかったら簡単に言うとグリップの位置が早くほどけ出すとこのグリップの位置が体の中でもう回転しだすとグリップの位置がここ来た時にはもうヘッドが前に行く力は残ってないんですね。だから要するに体のこっちにこういうスイングになります。ドアスイングプラスこのグリップ見てください。このグリップの位置が体の位置の中からもう回転が始まると
ヘッドっていうのはピッチャー方向に行けないです。だけど逆にこのグリップの位置が体の前、ここに出るとここからスイングが始まるんで前に行く力が残ってるんですね。だからそれがフォローが大きい、どうやってフォローが大きくできるんですかっていうのは、簡単に言うとここから振るのかここから振るのかの違いなんで、このグリップの位置ってのはすごく大事になります。なので先ほどドアスイング直すのと一緒でフォロースルーも大きくしたかったらグリップが前に来てから振る、こうすることによってフォローは確実に大きくなります。プラスよく体に巻きつくって言いますよね、バットが。この動作をするのももう全く一緒です。体からもう手が離れると体に巻きついてこないんで、やはりグリップがこの位置っていうことは手の位置も曲がった状態、手が曲がった状態でスイングが始まる。こうすることによって全てが改善されます。なのでやはりいかにこのグリップが体の前に入ってくるか、ここからスイングする、よく指導者でタイミングが遅れた時なんかに、前で打てよって言うじゃないですか、いますね。決して僕は前で打てっていうのは間違ってはない、あながち間違ってないと思うんですけども、ただ子どもたちって前で打てっていうとヘッドを前に出さなきゃいけないと思いますよね、要するにポイントが前っていうことはヘッドが前に出さなきゃいけなくなるっていうことは、逆に前で打とうとしたら早くヘッドを出さなきゃいけないってことでロアスイングになるんですよね、じゃなくて前で打つのは前で打つでいいんですけども、いかにこのグリップを前に出すか、このグリップを前に出しなさいって言ったらあとは勝手にヘッドが後ろから遅れてついてくるんで、その時点でポイントっていうのは前にできると思います、でバッティングっていうのはいろんなタイミングであるんで、やっぱり芯で打てる、自分の好きなポイントで打てる、泳がされる、詰まらされるっていうことがあると思うんですけども、このグリップが基本的に前に出てきさえすれば詰まってもこういう形で当たるんで、内側にバットのボールの内側に入りますよね、この角度で当たれば詰まってもしっかり飛んできます、で泳がされてもまだ力が残ってるんで拾うことができます。だけどこのグリップの位置がここから振り出したらもう正面衝突ですね、ボールと、したらもうすごく詰まって飛ばない、なおかつもう前で拾いたくてももうスイングがほどけちゃってるんで前に行く力がないんでもう拾うこともできない、悪循環なんで、やはりこのグリップをしっかり体の前に出していくってことがすごく大事です。よくレベルスイングっていうじゃないですか、言いますね。で、やはりインパクトゾーンを長く打った後グッと押せるかっていうのはこのレベルスイングってすごく大事だと思うんですけども、スタートとして構えた時のスタートとして膝の位置が、構えた時に膝の位置がもうスイングがこういうなんていうんですか、膝の位置が落ちると全部体っていうのがひっついてくるんで右半身落ちますよね、だけどこの膝がしっかり平行に回ってこれたら腰の骨盤の位置も平行に回るし肩の位置も平行に回るんで、そしたらここにバットがついてくるんでレベルに回りますよね、だからこの練習でしっかり平行に回る練習をすると体の流れとか回りっていうのはすごく良くなると思います。スイングっていうところでベンちゃんはトップの位置からボールに対してバットをどういうふうに入れるっていうのかな、ですね、僕の感覚としたら打ちに行くときに、ここ柔らかいですよね、柔らかい状態でやはり基本的にやっぱりボールが速いんでプロの場合はこのヘッドを先に回さなきゃいけないって感覚はあるんですけど重いんで、それはやっぱり感覚の問題です、だけどやはりこうグリップが一番大事なのはボールに刺していく、グリップでボールを捕まえに行く、だからインハイ、例えばインハイ来たとします、こうしたらいいですかね、インハイにボールが来た、この時にヘッドをよく出せってこうって言うんですけど、これは感覚なんですよね、よく高みは叩けって、
これ僕間違あながち間違ってないと思うんですけども、うん、ただそれよりもやはりこうグリップが刺していけばここに対してバットが出てくるんで、あのボール例えばアウトローだったらこれもアウトローにしっかりグリップが刺していく、うん、そしたらヘッドがついてくるんで、あのいかにこのグリップエンドをボールに刺していけるかっていうのはすごく大事です。そのためにはグリップが硬いとボールに刺していけない、余計な動きしないと体できないんで、やはりここの手が柔らかくなってこうグリップがこうどこにでも刺していけるっていうのが僕はバットコントロールの秘訣じゃないかなと思います。その時にじゃあ、はい、こうグリップがこう刺すボール刺すよね、はいはい、その時には何でしょう、手をこうやってこう使っていくの、手を使うというよりは僕はイメージはもうここのグリップとおへそが一緒のイメージなんですね。おへそとここのグリップのおへそと、うん、要するにこの構えた位置からおへそとグリップが一緒なんで、うん、要するに体のこういうイメージでボールを捕まえていくイメージ、うんうん、要するにボールこう構えて振りに行くときにおへそにここにバットがついてるイメージでこう打つイメージ、うん、それにちょうど一緒にこれが向いてくる、そうですね、一緒に向いてくるイメージです。こういうで捕まえたらお腹と一緒にバットのヘッドをこう飛ばしていくイメージです。であとは膝を使ったり、まあ、低かったら特に膝を使いますよね、うん、だったり逆にこのボールが高かった時は、まあ、ちょっとこれは感覚的な部分ですけど今度は腰を使うんですよね。腰で浮き上がらないように今度は高かったら腰で押さえ込むんですね、骨盤で。なるほどね、はい、だから、まあ、だから自分のイメージでいかに体を扱うかっていうのもすごく大事だと思いますし、まあ、これはちょっと高くレベルが高くなってきたからだと思いますよね、うん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 、なるほど。これはまた自分の引き出しが増えた、あ、なんか俺の引き出しが増えてしまった今回はスイングからフォローというところで、大変勉強になりました。ご視聴ありがとうございました。OB クラブ公式 YouTube チャンネルセノンプレゼンツベースボールペディア、チャンネル登録お願いします。